ゆうちゃんのエソード魂。本日のゲストはですね、パチンコ競馬ボード、そして野球大ソフトバンクを愛するあの可愛い女性ライターが来ていただきました。本日のゲストどうぞ。おはようございます、平山です。お願いします。平山さん、はい、行きましょう。あれ、せーの。わかんない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 。違うし終わったし終わったし、すいません。というわけで本日はですね、平山さんが来ていただきました。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、7月入りまして、本日だいぶ暑いですけれども、最近どうですか？どうですか最近パチンコの調子ですか？いや、プライベートです。あ、プライベートはまあ、かもなく不可もない。あ、最近でもあれですよね。はい、打ってましたね。打ちました。ワクチン打ってましたよね。すこぶる体調悪かったです。私、あなたのツイッターちゃんと怖い、ちゃんと拝見しておりますので、毎日。怖い怖い。最近どうですか？パチンコですか？いや、ソフトバンクです。あ、ソフトバンクも。ソフトバンクどうですか？最悪ですよ。ダメですか？絶不調です。ダメですか？ここは乗り越えないとダメですね。でも今応援しないといけないんで、はい、あ、ちょっとワクチンの方もちょっと体の調子悪いし、野球の方もちょっと調子悪いと。そうなんですよ。なるほどでございますね。はい、まあ、そんな感じですけれども、どうですか？あ、ついにパチンコ。大谷翔平選手です。大谷選手どうですか？大谷翔平選手はすごいですよ。やっぱ大谷君はレベチですよ。はい、ホームランね、めっちゃ打つし、はいはい、すごいですよね、本当に。今32本。そうですね。下手したらそのメジャーリーグ記録確か70本くらいなんですけど、ボンズ選手を越すかもしれないんですよ、大谷選手は。もう日本人の最多はね、はい、並んだんでしたっけ。あ、越しましたね、松井選手の。越して、いや、素晴らしいですよね。はい、さあ、というわけでやっていきましょう。じゃあ本日もよろしくお願いいたします。あ、いいんですか？やめときましょうか。あ、やめときます。こちらの番組はですね、パチンコの収支とか勝負を競う番組ではなく、パチンコの愛を語る番組となっております。ぶっちゃけちょっとだいぶね、こうなんですかね、脱線してたんですけれども、結構前回くらいからね、しっかりと愛を語れる内容になってきたと思いますので、さあ、本日平山さんが選んだ愛を語れる騎手はどうぞ。はい、弾丸論破。え？マイナーなとこ、やっぱ平山さんだ。さすがだ、選ぶ騎手がちげえ。なるほどでございます。はい、まあ、今回こちらの番組はですね、その弾丸論破で出すというよりも、実践中含め愛を語るという内容でございますので、うん、ぜひとも愛を好きなだけ語っちゃってください。わかりました。はい、私は聖夜を取りました。というわけで実践の方行ってみましょう。あれ暑い。7月の今日は10日ということでね、夏真っ盛り、まだ梅雨は明けてないんですけれども、普通に今日は外の温度が高い、そして店内の方も非常にお客様が多く、暑いです。暑いですが、熱気冷めないうちに実践行きましょう。スタート。リールがっくんはしませんでした。意外と、まあ、僕パチンコの、ね、YouTuber ですけど、意外と動画にはしてないんですけど、プライベートでよく打って、しかも結構結果が出てる。障害収支はね、プラスのはずの機種です。まあ、収支取ってないんだけどね、俺は。収支取ってないやつの俺はプラスだわ。まあ、大体マイナスなんですけど、聖夜に限っては結構自信持ってプラスです。本当です、本当です。はい、なので朝一はまあ腹痛が出るかどうか、もうそこだけをね、意識して、打ち進めていきたいと思います。やっぱりね、聖夜打ってて一番テンション下がる瞬間が、この中途半端なポイントの時に、いきなり1000ポイントにバーンってなっちゃう時ですよね。まあ、いわば据え置き確定、昨日ポイント持ってたままでやめてリセットしてないで、ね、っていう状態の時が一番こう寒いですよね。わー、ノーリセかみたいな。そうなっちゃったら正直今日もうどうしようもないです。店内もすごい混み合ってるので、おそらくもう移動できる機種はもう、まあ、カスカスの台しかないはずです。朝一がっくんなし、腹痛も今のところ、まあ、100ゲームくらいしか回してませんけど、まだ出ていない。
状況でちょっと当選濃厚なので、末置きリセット判別はできる前に当たっちゃうかな、これは、ね、前兆がどこで発生するかとか、1000ポイントしっかりこの見た目通り1000ポイント到達してくれるかとか、ちょっとその辺見てから当てたかったんですけどね、贅沢ですけれども、まあどの道これだけで店内混んでますし、これ移動してもね、あの他に打つもん大してないんで、まあいいですわ。設定あの末リセ判別はあんまできなかったですけど、まあどの道打ち続けます。設定に期待して、もう完全に本殿町の動きですね。12球行っても速攻発展しました。これはもう間違いなく、通ります。この段も分かりやすいですよね。本当に無理なやつは 100% 無理だし、逆にこれいけるってやつはもう まあ絶対通りますから。さあ本日1回目いただきました、おそらく定格強チェリー直撃かと思います。118ゲーム、ゲーム数全長だとしてもちょっとね早いので、はい、さあここで強チェだったら熱いぞ。弱チェです。さあ行きましょう。 50% でございます。デフォルト 50% を3回、すなわち 12.5% で、ラッシュです。おっとチャンスアップないですね。一番寒い1戦目敗北でしょうか。さあ相手の技これは終わったデッドエンドシンフォニー強攻撃、まあこれは無理だと思いますよ、残念ながら。これで立ち上がったらびっくりする。はい、1戦目でやられちゃったんじゃないでしょうか。はい、次行きましょう。よいしょ、青、まあ、1戦目敗北ということで、ポイントゲットしました。そしてあとコスモチャージ突入ですね。さあこのコスモチャージで1000ポイント狙いたいですね。セイントセイヤは高設定だったら本当に設定下が出やすいので、ちょっとその辺も気にしてやっていきたいですよね。今日は何だって設定に期待ができる日付だと僕は勝手に思ってるので知らんけどね、知らんけど、でも多分そうじゃないかな。あ、いいですね、ポイント本当に1000ポイントいけそうですね。ナイス、え、230、ちょっと待って、230、ちょっと待って、え、230とかあるっけ。え、俺初なんだけどな、これあれじゃないか、もしかして、え、230、まさかのこれ末ですか。そんな半端なの出てこないでしょ、出てこないよね。これスウェーですよね。滑りました、やりました。さあ前日でも結構当たってるな。スランプはどうだ。あ、前日、うん、マイナス2000枚からの3000枚なので、まあ、昨日1枚低いところから5000枚くらい吐き出してる台ですわ。じゃあまあ高設定の据え置きっていうことで、そういうことですね。 ありがとうございます、高設定ゲットしました。そういうことか、そういうことか、高設定の据えだ。それでは弾丸ロッパー打っていきたいと思います。ちょっとこの台が導入されたのがすごい前で、正直演出はそんなにしっかり覚えてないんですけど、でも原作が本当に好きなんで愛を語るだけ語りたいと思っております。頑張ります。これもうねすごいね、何がいいって声優さんがすごい豪華なんですよね。この一個にドラえもんとシンジ君とカオル君いるんですよ。すごくないですか。あとのね人たちも、ええ金文字なんだけど、なぜ
じ。でも結構こういうの外れるんで。お、赤保留だった。赤のね、フラッシュとか出てくれればいいんだけど。こんなもんです。熱いのが出ないと当たんない。なんかね、モノクマが激アツって言ったり、もっといいリーチに行ったり、赤イルミ出たり、何かしらもうちょっと欲しいっていう感じです。なんかいろんな特技を持った人がいて、それを一個一個見ていくのも面白い。スイマーとかギャンブラーもいるし、オタクもいたりで、主人公は強運だったり、探偵もいるし、殺人鬼もいるし、めちゃめちゃいろんな得意分野の人いるんです。頭いい人もいたり、強い人もいるし、なんかこの人たちが集まればいろんなことできそうなのに、殺人し合うなんてちょっともったいないですよね。でも3期の最後の方だともう規模がでかすぎてわけわかんなくなるんで、2期ぐらいが面白いかも。2期ぐらいまでが、私は2番目の話が一番好きです。ここに出てくる人は出てこないんですけど、ほとんど。これあの苗木くんっていう高校生が主人公なんですけど、2期だと先生、女の先生がいて、その人は主人公。お、赤いレミはちょっと熱い。レオまあ弱いですね。でも気がしない。昨日22連してんだけど今気づいた。そら電話この台で22連ってえらいことですよ。そら出ないわ。もう一気に今22連見てちょっと一気に打つ気にならなくなってきた。オカルトなんですけどね、もうやっぱね、昨日出てる台ってこれ以上出るってことあんまないですよね。一番右のデータが733ハマって単発。そうなりそう。めっちゃこういう時自分だけ当たってない気になりません？私だけこの島で当たってない。そんなことはなかった。さあ、あと10ポイントで本日3回目のコスモ1000ポイントになります。取ってほしいですね。ゲーム数は368。やっぱね、こういうのでしっかり引っ掛けていかないとね、気づけば
900ゲーム到達みたいなね、900ゲーム到達したんで、あのポイントを複数ゲットしました、わーいみたいなね、そんな死んだ目で言うことになるので、ここで引っ掛けておきたい。チャンス目違う、何でもなかった、何でもない演出から来ました、日時計は青ですからのスイカ、やっぱり落ちがいい、スイカの落ちがねめちゃくちゃいいんですよ。ジャックシェリーはねちょっと落ちてないから、まあトータルで見たら大したことないのかもしれないですけど、ちょっと気になりますね。これでジャクチェもねついてくればねいいんですけどね、残念ながらジャクチェリーは全く引いておりません。さあここで発展ですね。お、赤セリフ来ましたね。もしかしたらがあるかもしれませんよ。 あったね。あ、コスモ1000ポイント3回目通りましたね。これ設定推測的には結構いい感じですよ。あら本当ですか、びっくりしました。あの前兆で、俺もいい加減なこと言う ね、この前兆はダメですとか弱いですとかね言ってたのにね、サクッと言っちゃいましたね。これがあるからセイヤはやめれないんですねっていうことにしておきましょう。さあこれで2回目の、バトルでございますね。いやセイヤが負けるはずがない、よいしょ。さあ2回目いただきました、ありがとうございます。投資が 12K、 ゲーム数が409回転。通るか、今のコスモで通るか。おお、スイカで取れたの、マジでめちゃくちゃ薄かったと思うんですけどね、まあしっかりと解析できてる台ではないので、もしかしたらさっきのチャンス目で取れて今告知が入ったとか、まあいろんな推測するなんかいろんなルートがあるんですけれども、まあここは単純によしということにしておきましょう。やりました、これでっか、めちゃくちゃでかいですよ、めちゃくちゃでかいですよ、この継続ストックは。さあ何パーセントだ、アイザック 60%、 1段階上がりましたね。まあ、ただ、表示上 60% で内部的にはもっと上がってるっていう可能性もございます。1戦目継続なので 60% を2回通すだけでめくるめく夢のラッシュ突入、これは頑張ろうぜ俺、これは頑張らないといけないポイントです。頑張りましょう、本当に頑張って。 OKOK、 必殺技打たれても避けてくれるぜ、立ち上がってくれるぜ、よいしょ。さあここからですね、あと 60% を2回頑張ろう、頼むぞ。あ、デフォルト画面、やっぱここでねいい画面欲しいですよね、頼む。せめて3戦目までは行ってください。セリフは先に喋られました。チャンスアップ、ペカサスは入らない、ちょっと怖いですね、先生取れない、必殺技打たれたらかなり苦しいですよ。うわ打たれた、60% を通せなかった可能性が大です。立ち上がってくれ、復活してくれ。ああやっちゃいました、大チャンスだったんですけどね、まあ、腐ってもしょうがない、行きましょう。今日はちょっと競馬は何もないから新馬戦だけチェックしないと、新馬戦より前に当たってしまえ、新馬戦まであと30分なんでそれより前に当たってしまえ、そうじゃないと私は馬券を買ってしまううわこれめっちゃ良さそう、11が一番よく見えるな、一郎一郎、お、まあまあ印ついてる、10倍、単勝10倍、どうしようかな、買ってみようかなめっちゃ接戦でした、どっちか分かんないまだ、
6と3がどっちか一役なんですけど、あ、一郎一郎一着だ。単勝500円買ったか。やった、赤ボタンだ。あ、なんか金色に変わる。お、こんなにキンキンだよ。これは今日一。お、あ、あつ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 、これはモノクマ来た。これはいけるんじゃないかな、さすがに。いやでも割と割にこれも外れるんだよな。確か 70% 以上はあったはず。なんか弱い気もするけど、えい、あーダメかー、なんか弱い気がしたな、ダメでした。何入れても当たんない。お、フラグもいい感じで取っ